イオシフコテックとピョートル・チャイコフスキー、ワルツ・スケルツォ、波長調作品34は、ピョートル・チャイコフスキーが1877年に作曲したバイオリンと還元楽のための作品。名前を同じくするピアノ独奏のための2作品、1870年に作品7として書かれた楽曲、および1889年に書かれて作品番号が付されていない楽曲とは、 区別が必要である。本作の成立の過程には少々謎が残されている。作曲は1877年の1月から2月にかけて行われたものと思われるが、これは本作の存在を記した最も古い証拠書類となる。1877年2月3日付で、美容師フコテックがジャイコフスキーに当てた書簡から推測されている。 コテックはバイオリニストであったが、モスクワ音楽院在学中はチャイコフスキーに作曲の指導を受け、1876年に卒業していた。また、当時二人が恋人同士であったのは,は、ほぼ確実である。曲は1878年に出版されると、コテックへと検定された。それまでの間、コテックは1877年に、スイスのクラランに、 チャイコフスキーを訪ね、共にバイオリン競争局に取り組んでいた。事実、彼に競争局に関する直接の霊感を与えたのは、コテックの訪問であった。というのも、彼は当時出版されたばかりであったエドゥアール・ラロのスペイン交響曲の楽譜を携えていったのだが、これに強く感銘を受けたチャイコフスキーは兼ねて、取り組んでいた作品を脇へやり、 直ちに自らのバイオリン競争曲の作曲に着手したのである。コテックから技術面での助言や意見を得て、競争曲は一月もかからぬうちに完成を迎えた。一部の文献によると、チャイコフスキーは競争曲をコテックへ検定したいと望んでいたが、そのことにより二人の関係性の本質について疑念が持ち上がることになりかねないために、これを断念したという。そして、 その前に書かれていたワルツスケルツォがコテックに検定されることになった。コテックからチャイコフスキーへ送られた書簡の中にはコテックが本作の少なくとも一部分についてオーケストレーションを行う栄誉に預かったことがほのめかされているがチャイコフスキーがしたためた手紙の中ではこれについては全く触れられていない。書演は1878年9月20日に パリのトロカデロ宮殿で行われたロシア公共学演奏会においてポーランドのバイオリニストであるスタニスワフ・バルセビツの独創ニコライル・ビンシテインの式により行われたこの演奏会は同年開催されたパリバンコク博覧会との合同企画であったバルセビツはコテックと同じくチャイコフスキー文化であり1892年には作曲者自身の式で チャイコフスキーのバイオリン競奏曲のポーランド初演を行った人物である。再演が行われたのは1879年12月13日のモスクワでのロシア公共楽演奏会、同じく独奏はバルツェービツ、指揮はルビンシテインであった。これが本作のロシア初演となった。初版は作曲者自身によるピアノ伴奏編曲版の形で1878年に、 ユルゲンソン社から出版された。オーケストラパートフも同年のうちに世に出されている。ソフ夫ー作曲者の死後、1895年になるまで出版されることはなかった。チャイコフスキーと同年代のロシア人バイオリニストであるワシリー、ベゼキルスキーは、チャイコフスキーの死後、初版と同じユルゲンソン社から自身の手になる編曲版を出版した。このバージョンでは、 バイオリンパートがより二項的に改変されるだけに、とどまらず、全曲を通して、代償複数のカットが施され、五百六十九小節ある原曲が三百三十二小節にまで短縮された。さらに、中間部に置かれたカデンツアの直前には、原曲にないブリッジが挿入されている。このように、チャイコフスキーによる原曲と大きく異なる形をとる、ベゼキルスキー版であるが、 バイオリニストたちからの圧倒的な支持を得て、原曲よりも頻繁に演奏されることとなる。2020年現在においても、商業録音の大半はこのバージョンが用いられている。他、ジョーゼフ・ギンゴールド工程版をはじめ、ベゼキルスキー版に基づく楽譜が複数出版されている。約9から10分。ベゼキルスキー版では約6分。フルートに、オーボエに、クラリネットに、 ファゴットに、ホルンに、弦5部。アレグロさん4拍子波長長3部形式に、カデンツァが付属する形式となっている。16小節の静かな導入に続き、ワルツのリズムに乗って独創バイオリンが活発な主題を弾き始める。フレイ1重音奏法を多用した中間エピソードと、小さなカデンツァを挟み、フレイ1の主題が再現される。 中間エピソードの恩恵を交えたコデッタに続く変異蝶々のトリオでは落ち着いた主題と急速な恩恵が交代する。フレイ2トリオの末尾にカデンツァが置かれ主部の再現を経てコーダとなり曲は華やかに締めくくられる。ベゼキルスキー版ではフレイ1の主題を簡単に示した後直ちにコーダに入る。注釈出典。ありがとうございます。